えー、奈良県では鹿が深刻さされるけど、木工の帰ってた大学の近くの鹿も、え、県で撫でることが推奨されてるらしい。へぇー。な、なに、なに、その急に奈良の鹿の話。俺奈良住んどった時別に鹿見に行ったこと、一、一回だけ親連れてったかな。うん。一回だけ親連れてったぐらいかな。あとは、ない、記憶に。 でもなんかあの鹿せんべいみたいなやつをあげんのおもろい。しかも剣でな。そからそれなんやねんってお前。おもんないってもう。こすんなってつまらねたいええかげん。刺すぞお前。剣でな。首刺すぞお前。しかも剣で。おい。ちゃんとした予告。よ <laughs>、うん。予告です。 ここおもろかったマジでえ今度行こうじゃあしかも県南にあるからアクセスがいいえー県南南南はどうア,アクセスいいんかじゃ今度行ってみようかな大阪なの知らなかった えー、横浜中華街でおすすめなのは、えー、リュウグウアンで食べられる、えー、中華料理です。しかも、県でナンバーワンを誇る、えー、餃子も、うわ、そっか餃子餃子食わな。うん、そのさ、もうごめん、もうおもう思んない。ま、しかも県って別に、普通のコメントやん。やトラップとかそ、トラップじゃないか、それ以前の別そんな、あの、なってないから。気にしてないから。 トラップかどうとうか、その気にしてない。普通に拾いたやコメントと拾いたやん。あの、糖質か、お前ら、マジで。ごめんごめんごめん。あの、多分病気やと思うから、一回入院して、あの、社会出たらあかんねん、君たち。絶対に人に目をかけるから、お前らみたいなやつが世の中出たら。精神病棟かなんか隔離されるわよ、ちゃんと。な。とお前の唯一許される娯楽がニコナミいることだけ。それ以外のこと絶対すんなよ。それと飯食うこと以外、絶対すんな。 人に目をかけるから。お前みたいな病気が、お前らみたいな病気のやつがそ外でとったら。出てこい。い、出てみろ、一回。俺そこでけ、銃でうち殺すから。うん。それ俺,俺が責任持って殺すわ。お前らのこと。そうしないと多分、なんか、違う人が殺されちゃう。その前に、水にふざくわ。申し訳ないけど。俺が責任持って、銃でうち殺すから、お前らちゃんと病院で隠されとけって。病気やから、ちゃんと。うーん。 えー、V の配信でお前のおままごと発言でやれたぞ。えー、V も素直に参加すればいいのに、かけてこそこそ言ってるのダサいって言ってた。<laughs> 黙れ顔出した言えば OK これ刺すぞ。しかも剣でな。<laughs> いや、あの多分そういう風に俺を怒らせうとしてるネタでしょうけど、そのコメント自体がね。あの冗談です。うん。な、かけてこそこそって別に。 別にさ、いや楽しくて何よりやん。